皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。私は毎週木曜日ライブ配信を行っているんですけども、その中で視聴者さんからいただいたとってもなんか有益な情報というか、あ、それ鋭い質問だなみたいなのを集めてですね、こう切り張りして字幕をつけて編集してくれてる視聴者さんがいまして、その方からいただいた動画をですね、こう再編集してライブ配信ダイジェストとしてお届けしています。ぜひ参考にしてみてください。それではどうぞ。撮影地を調べるのに現地での景色の見え方、 Google ストリートビューのようなと、太陽と月の軌道、星の動きがシミュレーションできるアプリってないのでしょうか。あったらもう紹介されてるでしょうが、一番効率的な方法を教えてください。近いのはカシミールですかね。カシミール 3D っていう Windows のみで確か使えますけど、国土地理院の地図と連動して見れる、その例えば富士山の後ろにから満月が昇ってくるとか、そういうのをどっからやればいいかなっていうシミュレーションできるソフトなんですよ。でもね、これね、結構ね難しいんですよ、扱いが。そのうち時間あればレビューしたいですけどね、使い方チュートリアルとかやりたいですけど。それか、あとスマホアプリだと、そのカシミール 3D のスマホ版でスーパー地形ってのがあります。あのカシミール 3D は有料プランいくつかあって、私使ってるの上から2番目の値段のやつ、多分2000円とかそのぐらいじゃなかったかな、あのやつ使ってますけど、スーパー地形は何百円か払うんじゃなかったかな、900円とかそのぐらいの値段だった気がしますが、スーパー地形は地図があって、まあストリートビューみたいな機能はないんですけども、そこの場所から見える太陽の軌道とか、というのはできますね。あ、あとあの、アプリのフォトピルズってアプリ、何回か紹介したことあるじゃないですか。そのフォトピルズの中に、すいません、なんかスマホの画面をこう見せれたらと思うんですけど、フォトピルズっていうアプリで、AR 機能があるんですよ。AR 機能っていうのは、例えばこう、太陽の軌道を調べたいってなった時に、このままかざすと、このカメラに映った景色に対して、ここは太陽だよとかさ、そういうシミュレーションができるっていうのがあります。ただまあそういう太陽の軌道とか天の川の方向とかそういうのはシミュレーションできても、やっぱり Google ストリートビューみたいに現地の映像をドーンと見せるのって Google ストリートビューだけですね。それ以外のやつはないので、そういう意味では Google ストリートビューとか Google Earth とかを使いつつ、他の情報、惑星とかの情報は他の外でこう保管して見比べながら使っていくような感じになりますかね。ですね。で、私がやってるのはですね、でも3つぐらい使うかも、私も。3つ4つ使いますね。効率的な1個で済むっていうのないんだな、きっとな。残念ながらないですね。そういうアプリ誰か作ってくんないですかね。成沢さん、70万のパソコンスペック今度してください。あ、いいっすよ。今ね、わかるよ。読み上げます。CPU、Ryzen 9 5950X、16コア、32スレッド。メモリは 120GB、32GB×4 ですね。で、SSD が 1TB OS 用で、作業用で SSD に 2TB と 4TB、あ、違う、4TB×2 が入ってます。はい、グラフィックボードが RTX3090 簡易水冷となっております。これでわかりますでしょうか。月光紅富士で教えてください。はい、月光紅って太陽の出入りと一緒と考えていいんですよね。私の住んでいる谷は東に南アルプス、西に中央アルプスがあります。太陽の入れでは東側が夕焼けしてから西山に移ります。月も一緒ですか？東西で赤くなるでいいんですか？
おとといの朝、よくわからなくなってしまいました。霞で赤は出ませんでした。今の時期結構ね、そこ厳しいですよね。そうですね。基本的に太陽と同じと考えていただいて大丈夫です。何も変わらないです。太陽と同じですね。はい。なので、まあ、一つ注意点としては、太陽の日の入り時刻ってあるじゃないですか。あれって、その、太陽が、完全に沈んだら、沈む時間のことなんですよね。日の入り時刻って。日の出も同じです。太陽がちょっとでも顔出したら、日の出なんですけど、月はね、その満ち欠けするから、月の半分まで行ったら月の入り、月の出なんですよね。だからそこの、まあ、そんなに細かいこと言わなくていいか。そこの差がありますけど、その若干数のその、条件が発生するときの、その時間のそのタイミングのズレっていうのは多少ありますけど、そのぐらいで、基本的にはもう考え方は全く同じです。東から登ってきたら西側が染まる。まあ、登ってきたので反対側ね。ビーナスベルトに入るっていう話ですから。だから西に沈んだら、東側のビーナスベルトに入るっていう感じですね。はい。ダーク演算処理が普通の長秒時間ノイズ処理に応用できる可能性があるなら、ダーク演算処理をしてみたいと思ったので先ほどのノイズ処理の質問をしました。成形写真でダーク減算をしたいってことですか？効果ありますよ、もちろん効果あるんですけど、ソフトにもよるのかもしれないですけど、ダーク減算した後で残るんですよ。星だとダーク減算した後の残ったやつって天体写真だと目立たないんですけど、タイムラプスと成形写真で風景部分にそれがあると結構目立っちゃうんですよね。ダーク減算した後のポツってのが残るんですけど、星だけのところにダーク減算してマスクかけて使うとこだならありだと思います。風景も含めて全部にダーク引いちゃうと多分いい結果出なかったと思いますが、それ自分やったの5年ぐらい前なので今違うかもしれないですけど、もうでもなんかそこまでやる必要ってないかなってのは正直なところですかね。私の写真、天体写真も含めて見てる方はわかると思うんですけど、ダーク減算私しないんですよ。減算って基本的にマイナスすることだって考えた方がいいです。ノイズを減らすことが優先されるような CMOS カメラの撮影であればダーク減算絶対した方がいいんですけど、そういうのが事前に処理されているというか、そういうのがもうなんていうか、ある程度軽減されてカメラの中で計算してからその画像を出してくれている一眼カメラの場合だと、 CMOS カメラじゃなくて、ね、一眼カメラの場合だとダーク減算してもそのノイズ以上のものが引かれるっていうんですかね。だからね、いい結果逆に出ないこともあるんですよ。CMOS カメラは絶対引いた方がいいです。絶対、非冷却 CMOS とかは絶対引いた方が、もう話にならないから。なんですけど、一眼の場合はね、ダーク減算することが全ていい結果につながるとは、ちょっと私の経験上は言えないですかね。むしろダーク引かない方がうまくいくことの方が多かったかな、一眼カメラは。まあ自分の中ではですけどね。でもね、この考え方は本当、まあ、ある意味正しいのかなと思ってて、ディザリングってあるじゃないですか。そのちょっとずつピクセルを動かして、ノイズを、ホットピクセルをなくして、ダーク減算と同じ効果にしますよっていう。あれがやっぱり受け入れられてるのは、ダーク減算っていうのはその情報を引く、何かしらの情報を引くっていうことにつながるので、まあ、何かしらの情報を引くっていうことには変わらないので、そのデータの損失を恐れる人は、やっぱディザリングに走るんですよ。まあ、そういうのもあって、私はダーク減算やってない。ですね。でも、ダーク減算しなくても十分いい結果出るんで、まあ、なんていうか、ダーク減算したからすげえ写真良くなるっていうことは、一眼カメラの場合はないと思うけどな。まあ、時と場合によってはやった方がいいんでしょうけどね。ちょっとなんか、すいません。なんかそんな、ちょっと曖昧なことしか言えなくてごめんなさい。成沢さんは時期的に桜を絡めたタイムラプスは撮らないんですかね。まあ、花粉がきついっていうのと、桜のタイムラプス撮るとしても、完全無風じゃないと撮らないですよね。まあ、撮ったことある方はわかると思うんですけど、その、
お花、植物のタイムラプスって風が吹いてるとき、ただこう、ブル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 いってちらつかせて、すごく見づらいじゃないですか。ああいうお花のタイムラプスっていうのはタイムラプスで撮る意味があるのかっていうことに関しては、私はまだ答えが出せてません。そのタイムラプスで撮るからこそ表現できるお花のタイムラプス、桜のタイムラプスっていうものがあるんだよっていうのが見出せてないっていうことですね。だから結論は、桜の動画はタイムラプスじゃなくてリアルタイムの動画で撮った方が綺麗っていう。もしタイムラプスで撮って綺麗だっていうんだったら、もうそれこそ時間の経過を表現するもので、つぼみが咲くとかね、そういうのはいいですよね。ただそれって屋内でやんないと、風がブレブレで、その桜の花びらがなんか枝がこう震えて、ただ見づらいだけになっちゃうので。そうなんですよ。だからね、私そういうの撮んないんですよ。あれ、まあ昔もちろん撮ったことあるんですけど、これタイムラプスで撮る意味あんのかなって思ったもんね。ただ見づらいだけだし、で、その例えば雲が後ろで動いてますとか、下で光が動いてますって、タイムラプスの表現ができたとしても、メインとなる被写体の桜がもうこうやってブレちゃってるから、美しいもんがひったくりもなくて、なんかね、その取材がもう一番こう際立たせることができないタイムラプスになっちゃうんですよね。だから私の中でこう表現したいっていうのがないので、撮らないですっていう回答になるのかな。完全無風だったらやりたいですよね。完全無風で風が吹いてない状況だったら撮りたいですけど、この時期そういうの、そういう日ってないじゃないですか。風強いんだよね。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、ほんとね、なんか自分自身だとね、聞かれないと分かんないことって結構多いんですよね。だ、そういった意味では、こうやってライブ配信でね、視聴者さんからズバズバご質問いただけるというのは非常に私自身も助かってますし、ライブ配信に参加されている皆さんも非常にありがたいことなんじゃないかなと思っております。毎週木曜日のライブ配信、ぜひご参加いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。したっけ。